J2 のジュビロ磐田に所属する GK、志村博士は、期限付け移籍で、J1 の FC 東京に加入することが決定した。9日、両クラブより発表が行われている。今シーズンの J リーグはダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1が無料お試し実施中、期限付き移籍期間は2021年1月31日まで、FC 東京での背番号は39番となる。現在24歳の志は、市立船橋高校から2015年に磐田に入団。今季は J2 第9節から第15節にかけて7試合に先発フルでしていた。リーグ最終戦まで皆さんと共に行くさことはできませんが、自分自身も向こうで精ハイプレーしてきたいと思いますと、志村は岩を通してコメント。また、FC 東京公式サイトでは、無の力になれるように頑張りますので、よろしくお願いしますと挨拶している。志村、移籍は9日に J リーグから発表された、選手登録特例措置を利用したものとなる。AFC チャンピオンズリーグ、ACL に参加する FC 東京、横浜 F マリノス、ブッセル神戸の過密日程を考慮し、3クラブに対して、登録期限後であっても GK に限って、追加登録、認める、特例措置が決定されている。FC 東京はカルで開催されている ACL で、グループステージ通過したが、6日に行われた決勝トーナメント1、戦で、北京国安に敗れて敗退。今季の残り試合、J1 第31節のサンフレッチェ広島戦と、最終節の神、戦。年明け後の1月4日に行われる、ルヴァン杯決の柏レイソル戦の3試合となる。ただし GK の追加6は J リーグのみであり、ルヴァン杯決勝での下登録は認められない。両。